愛する子供たちよ。愛の祝福があなた方の体、マインド、そしてハートに平和をもたらしますように。愛する者たちよ、人生は祝福です。ですから、あなた方の人生のすべての瞬間を神聖な瞬間として認識してください。神聖なものはあなたの内側に宿っています。この変容の時期にはあなた方は静寂の状態を養うことが必要で、そうすれば自分の人生を見つめ、あなたの旅の先にある挑戦について考えることができるようになるのです。そして不安や心配ごとに心を奪われないでください。そうすれば、この現実の中で自分を映す水面が透き通って見え、自分のハートが何を支持しているのか、心の静けさの中でわかるようになります。ハートとは、あなたの人生を支える中心であり、あなたの魂が宿る場所であり、真実が流れ、愛を知り、自由を獲得する場所です。あなたの人生は、あなたのすべての思考、感情、行動において、あなたのハートが反映しています。ですから、そのことを意識して、あなたの道がスムーズになるようにし、そして、その流れを継続的に、愛が、すべての空間を満たすことで、すべての制限を克服することができるのです。そして今、あなた方を解放に導く、この英知の光を、あなたのハートに反映させるのです。愛する者たちよ、今こそ自分自身を、そして自分を支える光を信頼する時です。そうすれば、日々の暮らしの中で恐れがなくなり、不足がなくなり、日々を生き延びるための心配がなくなり、誤解によって生じた悲しみがなくなり、再び喜びに包まれるのです。愛する者たちよ、力強く愛し、すべてを愛し、みんなを愛し、あなた自身を愛しなさい。そうすれば、愛の波動は、あなたのエゴによって生み出された制限をものともしないでしょう。エゴに力を与えてはいけません。自分のハートだけに耳を傾けて、人生が流れ、課題が克服され、痛みが解消され、過去という幻影が変容し、ただ、自分の周りにある生命の、その神聖さを明らかにするあり方と、あなた自身の道へと導く力だけが残るようにするのです。愛する者たちよ、今こそ、人生の素晴らしさを認識し、ハートから流れ出るものだけを受け入れるのです。そして、今こそ、すべての光の子たちが神のもとに帰り、平和と自由を取り戻すことを可能にする、この巨大な聖杯の中に自分の居場所を取り戻す時なのです。愛する者たちよ、私は今あなた方に私のすべての祝福を注ぎ、あなた方全員を私の保護のマントで包み込んで、あなた方のもとを後にします。私はマリア、あなた方の母です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。